はい、どうもこんにちは、タッカキッチです。さあやってきました、皆様、協力チャレンジバトル、バトルロード、伝説の神コンテンツがやってきました。さあ本日1回戦目2回戦目だけやれるので、このエビルプリスト、まあ、ランダムバトル混沌を、まあ、周回でやってる方いるんではないんでしょうか。はい、特にこのエビルプリストね、これドラゴンクエスト4やってた人大歓喜だよね。まあ、このドラゴンクエスト10でエビルプリストのコインボス戦う時に、まあ、変なね、妖精、精霊かな、変な結晶石読んでね攻撃するわけなんですが、はい、ここね、この協力バトルチャレンジでは見てしっかりこのスモールグール君も演出されております。攻撃されてしっかり麻痺するよ。うん、さらにね、仲間呼んでくるよ。さっきね20分ぐらい戦ってきたよ、このスモールグール。火力がなくてね、まあそのエビルプリスト本体もやってること来ることはあんま変わんないんだけど、これ嬉しい演出だよね、スモールグールと戦えるみたいなね。まあそんなねエビルプリスト、はい、自分のこうやって育てたモンスターと戦えるといったね、はい、簡単、まあ、相変わらずあれだよね、竹アリーが今回もめちゃくちゃ多い。はい、さらに2戦目ではランダムバトルカオス、もうその名の通りカオスだよね。これ見て、レギロラッゾ、ダークドリアム、右手が揃ってる。まあどういうことかというと、もうドラゴンクエスト10でね今まで出てきたボスたちのね組み合わせの、はい、バトルとなっております。まあ、運が悪いとね、レグナード2体を相手にしないといけないといったね、本当にカオスっぷり。まあ、ただそれが面白いんだけどね。まあ、中には、まあね、コインボス3体だとか、まあ、ストーリー上でね、戦った敵の3体の組み合わせなので、もう組み合わせ次第では難易度がかなり違うんだよね、戦闘によってね。まあ、他にもね、ガルドドンだったり、まあ、レグナードだったり、ダークキングだったり、まあ、いるので、楽しめるんではないんでしょうか。ただね、はい、ただね、はい、敵が強いからって言って、報酬が変わるわけではありません。はい。まあ、もうあれだろうね、ただの自慢だろうね、自慢っていうか自己満足なんだろうね。やった、この組み合わせの敵を倒した、やったぜっていうね、もう、うん、言うだけは誰もできるけどね。あ、違う違う、そういうこと言っちゃうからね。はい、あとはね、楽しみ方といえばね、これだよね、他の人のね名前をねちょ見るっていうね。 なかなかね、すごい名前のセンスがいい人かなりいるよね。はい、ビッグハットだったっけこれ、あ、転生だよね、あのビッグハットのね、あのチャーシューっていうね、もうどんな名前をつけてんのっていうね、名前の本当にねセンスがピカイチな人がいますからね、そういうのもねまた楽しみなんではないんでしょうか。はい、そんなねいたずらもぐらで僕は頑張っています。まあ、結構一発ね1500とか当たるからね、強いんだよねこのいたずらもぐらくん。今日初日はねこの2戦しかできないんですが、さらに明日の12時、昼のね12時になったらね、はい、この3戦目、4戦目が解放されます。はい、まず3戦目の1はルベランゲス、来ましたね、トガビトね。はい、このルベランゲスが来るっていうことは、はい、しっかりねこれブレス耐性、まあ、用意したいところだよね。とにかくブレスが強力なね、あの特技をやってきますので、ね、ブレス耐性、まあ、とはいうものの、まだ始めたばっかだよっていう方ね、そんなブレス装備の装備ないよね。それをね補えるのがこのチートアイテムのバッジ。まあ、特にこのバトルロード中、このイベントのバトルロード中はバッジがかなり集めやすいので、しっかりねこの時にね集めておこうね。まあそんなバッジなんですが、例えばこのレッドプリン金ブレス耐性25、さらにはこのグレムリン金ブレス耐性30、これでもう55漏れますからね。
なのでこういったバッジの組み合わせによって、まあ、簡単にね耐性を100にすることができます。なのでルベランゲス戦はこういったねブレスを盛ること、もしくは、はい、今回ねルベランゲス戦をかなりね活躍できるモンスター、これそれがこのキメキチ、まあ、キメラだね、キメラ、キメラのスキルの、はい、追い風、さらにはドラゴンキッズのドラゴンガッツ2で覚えるこの追い風ね、うん、この子も追い風を覚える、はい、この追い風をすると1回だけブレスをね跳ね返すことができる、パーティー全員のね、うん、なのでこの、まあ、ブレス耐性漏れないよっていう方はキメラもしくはドラゴンキッズを使えば、まあ、正直ねブレス耐性いらないので、まあ、他にそれ以外だったら呪文耐性積んどけばいいのかな。そして4回戦目にはあのアストルティア防衛軍、かなり大人気のね戦いだよね、うん、これいつもだったら後半戦に結構来るんだけど2日目に来るね、早いよねアストルティア防衛軍っていうか、むしろ僕思ったんですが今までって2日目3日目とかの対戦って見えなかったよね。ところが今回見えるのでかなりね予習はできるんではないんでしょうか。そんなアストルティア防衛軍、はい、やっぱりね範囲攻撃持ちのモンスターがいるとかなり楽、オンチャンの防衛軍とリンクしてるので、どのモンスターどの兵団が来るかっていうのは、まあ、詳しく知りたい方は、まあ、強さをね、防衛軍の強さを見ればこの何か来るかっていうのは分かりやすいと思います。そしてさらには5戦目、はい、ランダムバトル天国、まあ、今までの天国のボスが、ね、過去作のボスが出てくると思うんですが、僕がすごい一番気になるのがあれ、10周年できた天国フィーバーのボスたちは来るんでしょうか。もし来るんだとしたらちょっとバレリア様が来るので、めちゃくちゃこれね僕ねランダムバトル天国ワクワクしてる。はい、そしてこれが多分一番運営さん今回押し出したかったんでしょうね、パニガルムが来るんですね。これでパニガルムの報酬がバッジ交換券虹なので、これぜひともね、これ初めての方、まだバッジが集まってないよっていう方はぜひ取ってほしい。うん、まあパニガルムといえば、はい、3パーティーで組んで計12パーティーでボスを倒すといったコンテンツなんですが、これ何協力バトルロードでできるわけ、運営さんぜひやりたい。まあやっぱりねパニガルムで必要なものといえば属性耐性、これしっかり用意しといたよね。特に前衛のキャラだと結構ね強力な属性攻撃が多いので、パニガルムってまあこういったねマガ玉、月飾り、氷腕の月飾り、風雷の印籠だとかっていう属性耐性をしっかり用意しときたいところ。ちょっと高木ちゃんあんまりねアクセ漏れないんだよっていう方、はい、安心してください、ここにチート装備のバッジがあります。うん、バッジでもこういった耐性を漏れたりします。まあさらにはね虹でも漏れるので、こういった風にね氷耐性 20% 書くね。なのでかなりね属性耐性は漏りやすくなってると思います。そして実はですね、これ意外に知られてないのがモンスター固有で属性耐性があるんです。例えばホイムスライム、スライムだったら光ダメージ 20% 減、モーモンだったら闇ダメージ 20% 減、プリズニアンだったら氷ダメージ 20% 減、ネコマドウだったら炎ダメージ 20% 減といった、まあ、種族によって固有の耐性が備わってますので、まあ、その耐性でうまくね、まあ、漏れれば、まあ、属性耐性あんまり漏らなくてもいけるかもしれないので、まあ、そういったもんね、まあ、興味がある方は調べてみてください。はい、そして最終戦アウルモッド、まあ、こちらもブレス耐性とはたまた毒、うん、毒が欲しいところで、ブレスのね、100にできない方は、まあ、あとは幻惑だとか怯えだとかといったようなね、まあ、状態耐性がてんこ盛りのボスなんですが、まあ、先ほども言った通りキメラとドラゴンキッズがいればそんなにね状態耐性盛らなくてもいい、うん、まあ、空飛んでるモンスターなんか転びなんていらないし、さらにねそんな毒耐性、はい、装備ねえんだよ高木ちゃんっていう方、このファンキードラゴン金取ってください。そうすると眠りガード100、毒ガード100といったものがねあるんです。
これね、すごいよね、バッジ一つで毒ガード100。ここまでチートクラスな装備なんですよ、バッジって。なのでこのバッジ集めは普段ね、ちょっとね集めにくいよって言ってる方は、このバトルロード、はい、ご利用ください。はい、ちょっとね、もうこんだけ耐性耐性高木ちゃん言うからね、もう他の人に迷惑かけづらいから、耐性なかったら迷惑かけちゃうから、もうちょっと行きづらいっすよと思ってる方、安心してください。はい、大丈夫。まあ、正直ね、8人中ね、1人だけね、耐性なくともね、余裕でいけます。うん。なので、なんも心配なくね、お祭りみたいな、はい、イベントなので、気軽にね、もう気軽に来てください。このイベントね。はい、さらにね、以前の動画でも紹介したんだけど、報酬がかなりうまい。うん。このビクトリーボックス8と黄色の常連禁止、まあ、今日はもらえるわけなんですが、まあ、どちらもうまいんだよね。え、ビクトリーボックスって何ですか、高木ちゃんって。これね、まあ、初回討伐でももらえるし、こういって報酬でももらえるんだけど、まあ、ちょっとね、これ、できればね、僕、貯めてね、開けたいんでね、ちょっと今日は6個しか開けないんですが、バッジ交換券金。はい、福引券7枚。そして、バトルロードコイン。お、バッジ交換券光。まあ、持ち物ちょっといっぱいだったね。って言ったように、こうやってね、交換券がポロポロ出てくる。さらにはこの間ね、ちょっとエビルプリスト福引券めちゃくちゃたくさん使っちゃったよ、もう引けないんだよって方、福引券集めにもかなり美味しい。さらにこのバトルロードコイン、これね、バトルロードコインを集めて、はい、この絆のエンブレム貝、これも作れる。そして毎週毎週、高木ちゃん、ちょっとピラミッドのアンク作るのめんどくせえんだよという方、このバトルロードコインでこのアンクの箱と交換して作れちゃうんです。なので、ここのこのイベントね、行くだけで、はい、福引券、まあさらにね、金策もできるよね、福引券で。うん。で、そしてまあアクセサリーも完成したい方はアクセサリー作れるよね。うん。さらにはちょっと僕バッジがね全然ないんですっていう方、ここでもうバッジガンガンね交換券もらえるので、どんどんこれ集めちゃってください。さらにまあアンクもね作れちゃうっていうね、もう一粒で二度おいしい、三度おいしい、そんなのがバトルロード協力イベントなんです。さらにこちら報酬がユニーク武器、まあモンスターが持ってるね、はい、武器を僕らが装備できちゃうんです。これね、フライパン見た目ね、ハンマーかと思ったらブーメランだったんだね。僕びっくりした。まあ、今日はね、ダークペルシャの杖と雷神の太鼓しか取れないんですが、まあ、明日からね、解放されていくコンテンツによって、まあ、ビクトリーチップね、色増えてきますので、取れるようになります。そして、今日ね、初めて来たよ。昔のユニーク武器全部取りたいよ、高木ちゃん。でもこれ、数多いよね。どれが取ったか、取ってないか、わかんなくなっちゃうよっていう方、はい、見てください、これ。今ね、この画面。左側にね、茶色いね、本のアイコンあるよね。この巨像のフライパン、ないよね、アイコン。これが、撮ってないか、撮ってるかの、判別方法になります。これ、ないやつは、撮ってないやつです。で、茶色いね、本が、棚があるものが、撮ってやるっていうものなので、まあ、これをちょっと判別してみてください。はい、ってことで今日はですね、伝説の神イベント協力チャレンジバトルモンスターバトルが開催だっていう、はい、動画でした。まあ、かなりね面白いイベントなので、気軽に参加してみてください。ってことで本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。